後ろに来ました。生姜、生姜、生姜の果肉がまんま入ってる。そう、生姜が入ってるやつ、これじゃないのかな。美味しかったんだけど、まんま生姜が入ってた。これは入ってないやつだけど。今日はりーちゃんの服着てます。見て、なんか怖い顔がついてる。怖いって言われちゃった。確かにちょっと辛かったかも。見て、でもさ、これ顔歪むと怖くなるよ。ほらほら、ねえやめなさい。りーちゃんの借りた。こんばんは。りーちゃんも始めた。よく服を交換してきます。りあちゃんは何着てんだ。私はゆうちゃんとお揃いのロンティーを着てます。ロッキーなロンティー着てる。そうそう、目がちょっとトゥーフェイスな。うち彼まだ見てないから言わないで。ピンクのパーカーとか何気になる。私は水曜日のダウンタウンを見てました。見てたね。クロちゃん今回も面白かったです。でもあんなに痩せててすごいなって思った。クロちゃん、うん、まともに見たの初めて。今日はメガネ女子です。でもこのメガネが全然度が合ってない。醤油買いました。美味しかったです。よかった。今日かき醤油つけてさ、お寿司食べたよね。うん、刺身とかはねいつもかき醤油だね。うん、今日はお寿司食べました。家でちょっといっぱい食べちゃった。買いすぎた。普通に買いすぎた。何のネタ食べたか招待しよう。紹介ね。あ、ではじゃあまずゆうちゃんの方から。服部ゆうな氏はおろし焼きとろサーモン2貫、うん、生タコ2貫、うん、イカ塩レモン2貫、うん、大切りアワビ2貫、漬けごまマダイ2貫、炙りブリシャブ1貫、ホタテ貝柱2貫、甘エビ2貫、ネギマグロ2貫です。いっぱい食べましたね。はい、続いて宮里様は、はい、エビチーズ2貫、はい、サーモンチーズ4貫、はい、生サーモン1貫2貫、はい、1貫、1貫、ビンチョウマグロ2貫、はい、中トロ2貫、はい、ハマチ2貫、はい、サーモン2貫、はい、焼きトロサーモン2貫、はい、大トロ2貫、はい、イクラ2貫、はい、マグロよけ2貫、ネギマグロ2貫です。こちらの方が多いです。はい、私あとまだ11貫くらい残ってます。全然食べてない。ほんとサーモンばっかり。
頼んでました。全然食べてなくて、うん、私はもう、まあ、ほぼ上だけ食べたんだけど、うん、ほぼ上だけしか食べてなかった。ネタだけ食べちゃった。りーちゃんと趣味が合うって。どっちと趣味が合うんだろう、みんなは。でもマグロは、私普通のマグロは食べないんですよ。あのトロ、中トロ、トロしか食べない。17貫と25貫。おお、25貫ってなんかこの前1キロとか言ってなかったかな。そんなことないか。でも私もなんか5皿かちょいちょいご飯省いて、うん、食べたりとか。タコは好きだけどなんか食べたくない。あんまりお寿司でタコ食べないけど、いつもこんなに食べないんだけど、なんだろう、持ち帰りをしたことによって、あ、これも食べるんじゃない、これも食べるんじゃない、うん、でやりすぎたよね。あとチキンも買ったんですよ、コンビニで、ね、コンビニで、コンビニでチキン買ったから間違えたよね。ちょっとお腹いっぱいになっちゃった。そう、チキンを食べたことによってより。りーちゃんはなんか似た種類をいっぱい食べるけど、うん、うちはなんかそれぞれを一個ずつ買うって感じかな、ね、でもまた結局夜中お腹空くと思うので、お腹空き次第食べる。一番好きなネタとかないもん。あんまお寿司さ食べないって言ってたよね、うん、寿司に興味ない。別に食べに行こうって言われたら行くけど、うん、なんか自分から食べにお寿司食べたいとかは人生で思ったことないかも。うーん、サーモンチーズはよくあるネタなの。有名じゃない結構、うん、炙りサーモンとか。炙りサーモンチーズって、うん、回転寿司に絶対あるイメージだけど、エビとか逆になくない？あんまり。そう、スシローで初めて見た気がするんだけど。マジ？くら寿司にもあるよ。なんだ。え、うん、好きなネタとかない。うん、何でも好き。ねえ、なんかみんなに聞きたいことがあるんだけどさ、あの回転寿司行ったらさ、あの卵って頼みますか？これすごい気になる。私なんか卵の寿司ってこと？え、そうそう、卵の寿司。なんかさ、一時期さ、ちっちゃい時とかすごい頼んでたんだけどさ、卵、うん、なんか100円もったいないよなって思い始めたら頼まなくなったんですよ。回転寿司か。回転寿司では頼まんか。回らん寿司でなら卵は頼む、うん、かな。そもそも回転寿司にあんまり行かなかったから。えっちゃん回らない寿司だよねそう。あ、でも頼まない人が多い。このこっち多いよ。こっちも多い。頼む人、頼まない人、こっち頼む人が多い。へえ。頼む頼む頼む、卵焼きならとか、ほら厚焼きならって、へえ、だし巻きならって、卵大事って、卵メインって結構こっち多いかも。卵、そうなんだ。お父さんがもうお寿司ほぼ毎日食べてるので、うん、そこに行って周りのお寿司を食べてるから。そっか。でもさ、謎だよね、お寿司ってさ大体魚なのにさ、うん、卵って結構メインであるじゃん、うん、でも美味しいイメージあるよね。うん、美味しいよね、お寿司の卵。何で作ってるんだろう、あの卵は。ガリ、まあ私は好きだけど、りーちゃんは嫌いやね。私はガリ好きじゃない。ゆなパパ寿司職人説。違う違う、寿司が好きなだけ。お店に行っても決まったメニューしか頼まないからな。そうだよね、りーちゃん絶対トロとサーモンがメイン。うん、大体そう。
サビ抜きですよ。サビ抜きではある。あ、食べれなくもないけど美味しいと感じない。ふとして辛かった時嫌だよね、うん、ツーンが結構苦手なので、うん、あまりなんだろう、サビはまだ食べないかな。入れる時もある。陶芸家でもないパパは。陶芸家陶芸家説も出てた。全然違うね、うん、違う。確かに。でも子供の頃は結構卵焼き頼んでたかも。うん、何に舌がお子ちゃまやなってな。でも本当今時の若い子の口してる。これが普通なんだと思うよ若い子って。若い人代表。うん、私おばあちゃんにも言われる。あんたは渋い口してんねって。お子ちゃまじゃないけどね普通。これがこれが10代の口してる。10代の口って口してる。これ舌って言ってくれない舌、うん、私が渋いっていうか若くない口してる。舌してる。そうかな。うん、あんまステーキとかさ、うん、牛カルビとかじゃないじゃん。生クリームとかも、うん、でも私も渋いの好きですよ。砂肝とかハツとか、うん、リラちゃん甘党じゃないでしょ。甘党か。いや、どちらかといえばスナック派かもね、うん、甘い塩分系や。塩分系が好き。ブラックコーヒー飲めるなって書いて。いや、もう二十歳になったら絶対ブラックコーヒー飲めるなる。いや、もはやコーヒー克服したいもん。いや、よく初めて行ったよね寿司。うん、うん、今日はところ初めて散歩がてら、散歩がてら行ってきました。わかんない、ボケーっとしてたからすごい近くに感じたけど。嘘でしょ、うん、本当に走ったしね逆にみんなブラックコーヒー飲めるのかな。別にコーヒーブラックじゃなくてもいいよね。ディラ4歳5、6歳ぐらいの時好きだったコーヒー。洒落てんな砂糖を2本くらい入れてそれで飲めたの。飲むのが先だった。カルディあるじゃん、うん、カルディってコーヒー配るじゃんか、うん、だから甘めにしてくださいって言って飲んだんだけど、うん、その甘いのが逆になんか変で、うん、なんか飲めなくなっちゃった。普通になんか若干苦い方がいいのかなと思って。600銭湯行きたい。あるやん近くに。岩盤浴に行きたい30。あ、コーヒー牛乳は飲めるんだよね。コーヒー牛乳飲めるかな。飲めんのかな。クラフトボスのブラックがすっきりしてて美味しい。クラフトボスはさ、コーヒーは飲んだことないけどさ、普通にミルクティーとかレモンティーとかさ、ミルクティーとか美味しいよね。うん、取れましたか。取れましたよ。なんかモカとかエスプレッソとか飲めないかも。銭湯とか温泉で飲むコーヒー牛乳が美味しい。コーヒー牛乳で飲んだことないな。本当？銭湯がないので沖縄はなのでないですね。コーヒー牛乳は腰に手を当てて飲みましょう。でもそういうイメージあるかも。パーンみたいな。あ、
バニラアイスにエスプレッソ好きだよ私。そういうのは好きなんだけど。あ、そう、瓶系の飲み物が飲んだことないラムネしか。ラムネしか。ラムネ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 。かな。アフォガート好き。アフォガート。私の今日の飲み物は三ツ矢サイダーとカルピス。カルピスなんだけど美味しかった。すごい。もっと買えばよかったカルピス。ね。あの瓶運ぶバイトしてる。絶対重いでしょ。いやなんか緊張感やばそう。割れるじゃん一歩間違えたら。確かに。全部飲んじゃった。甘いものばっか。確かに。でも久しぶりにジュース飲んだかも。そんなことないか。そんなことないね。ないか。276日ありがとうございます。飲み物に辛糖とかなくない？なんか今日飲んでも飲んでも足りないんだけど、ね、すごい。酢飯って喉、酢が喉乾くイメージなんだけど、そんなことないかな。あ、そうなんだ。え、気のせい？酢飯ってめっちゃ喉乾かん？なんか私今日飲んでも飲んでもすごい足りない。うん。うふ。ゆうちゃんもこんな飲むの。一気に飲まないでしょ、だってそんなに。だってもう今カルピス作ろうかなって思ってるくらい。え、ほら。酢飯って喉乾くって。あ、そうなんだ。しょっぱいものって結構喉乾くから。乾燥でもいつも、ね、乾燥はしてるからあれなんだけど、酢飯が原因らしい、うん、見て。あ、ナウナウ今日の夜深夜犬鳴き村やるよ。嘘でしょマジ。いや見に行ったけど、まあまあ面白かったよなあれ。最近さ、ニセ恋っていうさ、あの映画がさやっててさ、深夜に見ましたよ。深夜にユナが見てる。ユナ、ユナち、ゆなちが私のジンジャーエール飲む姿を見てジンジャーエールを飲み始めたらしい。え、ほんとだ。犬鳴き村やるよ。ゆいちゃん今日見る？いいよ。泣くよまた懐かしい。もうでもそっから1年くらい経つってことだもんね。うん、懐かしい。みんな犬鳴き村見ました？無理、もう心臓に悪いもん、落ちてくるのが。マジで寝れなくなっちゃう。なんか怖いとかじゃない、心臓に悪い。ビビる。泣いたよ犬鳴き村見て。なんか面白かった。一周回ってよくできた話だなって思ったけど、なんか実際の現場があるってしたら、あ、怖いなって思いましたね。なんでどっか出てきた？落ちてたよ下に。え、なんで？ひなことかと見に行ってたよ。ちゃんひなこと大西と見に行った。うん、真ん中がいいって言ったんだけど、ひなこが怖いって言うから。うん、あ、違うか。でもさ、真ん中って霊集まりらしいよ。間違えたわ。霊集まるらしいよみたいな話なかった？ないないない。嘘。ないない。真ん中が一番集まるらしいよみたいな。真ん中お西だったわ普通に。
犬鳴き村をねワンワンっていうか、なんか犬鳴き村っていうなんか村がある、ね、村があって、なんか犬が、あ、犬出てくるよね。でも犬が、うん、出てくる。いて、なんか噛まれるとなんかなんだ、なんか呪われるみたいな感じで、そうみたいな感じの話。でもちょっと難しかった記憶あるんだけど、うん、なんか昔と、確かに昔と現実、現代がなんかね、シュンってなって。でもね、普通に福岡にあるって言うからね、犬鳴き村は。犬鳴き村のトンネルは怖いよね。樹海村みたい、樹海村みたいけどさ、 CM たまにあるけどさ、なんか怖い感じじゃなくてポップな感じの CM が流れるからさ、樹海村ってなんか怖いのかなって思うけど、やっぱ見に行くと怖いよなって感じは。ちょっと樹海村調べる。樹海村の予告めちゃくちゃポップ。これ？うん。予告を再生ってあるじゃん。音出していいかな、ちょっと。うん。あ、何？ビビってるやん。ゆうちゃんがビビるからね。怖かったやん。今の何？人がバン。あ、無理だ、見れないよ。音もあった今。いまだあんのじゃん。持って持ってて怖い。でも樹海村も本当にあるとこだよね。やっぱ無理だ。二人で見に行けない。誰か誘う？でも横にいてくれないと無理だもん。こっちの方が怖そうなんだけど。ほら、なになになに、やばいやばい。犬鳴きよりやばいって。怖い怖い、無理だ無理だ。これじゃないんだよな、なんかあのテレビで流れてるやつ、超ポップなね予告編があるんですけど、樹海村。X4D って何、揺れたりするやつ、バーンとか水とかかかってくるやつ、そっちの方が確か見るやつ見たいけど、怖いよ絶対。怖いけど面白そうじゃない、そっちの方がちゃんと迫力あるよ。 4DX、 うん、なんかスパイダーマンくらいが面白かったよ 4DX は。うーん、怖いと思う多分普通に。どうだろう録画しようと思っててよかった、思い出したんだ。犬鳴き村ね、なんで見に行くって言ったんだろう。見に行こうよ、誰か誘うから。下とか、あの、いや無理無理、そういうのが下は無理やん。もう私無理だよみたいな人も無理無理私無理だよみたいな人無理、余裕、私余裕だよみたいな人もいい。じゃあナギ誘う。ナギ？ナギ怖いの大丈夫なの？ナギ怖いの大好きだよ。ナギと一緒に見に行ったら、もうだったら二人で行きなよ。見る気ないよ。怖いもんだって。下は絶対私無理だよって言いそうじゃない？セリカとか映画好きじゃん。うん、確かに。もうせめて4人とかでもいい、もう。なんかひなこもめちゃくちゃ余裕で、大西もめっちゃ余裕だったから行けたんだけど。そうなんだ。うん。あ、そう、なぎちゃんはね、話題をね、共有しない、提供しないといけないみんな知ってるから、ほら、なぎちゃんと仲良くなるじゃんそら一回行ったことあるから、映画、4人でなぎ、あるよ、どうしてなぎと、大西とセリカで、なぎと隣になって喋ったんだよ、ちゃんと知ってんの、みんな知ってるよ、知ってるんだ。うん、なぎとゆうなちゃんは仲良くなる、仲良くなろうねみたいな、みんな言ってくる距離感おかしいもんだえ、そう、よく言われる。みんなで行けば怖くないよね。そう、お化け屋敷とかもそうなんだよね。
え、二人でもし行ったとして、なんかリーちゃんがそういうのに呪われたらどうしようってなる。なんか映画とか見てそれになんか洗脳されたら。されないよ。私一人になるってなるから、なんかもう一人いてほしい。されないよ。いや分かってる分かってる。結構リラ沖縄の心霊スポットとか行くの好きだから。私も行きましたよ、岐阜の心霊スポットの。でもその時も10人くらいいた。誰が？誰が？友達が。あ、10人で行ったの。うん、行きすぎや。車2台で行ったから。樹海村見ましたけど、怖さ的には5点中3点かな。だって、うーん、犬鳴村とどっちがやばいって聞いてみて、うん、聞いてるよ。どっちがやばい、犬鳴村か。見てるかな、犬鳴村。霊が10人ってやばいよ、冷静に考えて。霊が10人いたんかと思った。マジで。でも本当に怖かったことがあった。うーん、もう行かない。私は岐阜ってなんかでもありそう、心霊スポット。なんかトンネルとかダムが多い。あ、ダムね、うん、ダムはあんま沖縄特部にしかないから。そうなんだ。ダム行ったらちょっとありがとう。感じた？感じたってか、なんか また後で話す。のその日寝れなかったもん、怖すぎて、うん。あ、廃墟の病院とかやばそう、墓地とかね。うーん、岐阜なんか多そうって。マジで本当にクソ偏見だけど、私でも思うもん、岐阜多そうって。岐阜多そうね。何分今？45。リラは向こうで歌ってくる。分かった。今日は演歌を歌うんだ。いや、こっちにも披露してみてよ。いやだやだ。あのさ、いつもやってるやん、りーちゃんが。んからなんか声しか聞こえんからさ、うん、結構面白い演歌。そうでしょ。あのさ、ヘビロテやったんだけどさ、うん、やばかった。やばかった。曲違う、全く。そうね、ひどい。ゆうちゃんの公演の MC で滑った時、背筋凍った時あるって。ひどくない？ちょっとやめなさい。じゃあ私もなんか歌う、一曲だけ歌おうかな、りーちゃんが歌うなら。待って、耳痛い、どうして？歌ったら終わる。演歌ブーム今。いや、なんか演歌見つけたんだよね。前からあったっけ？あったあったあった。あったんだ、最近かと思った。じゃあ、あっち行ける？うん、移動。じゃあイヤホン持ってこよう。えいちゃん、えいちゃん、えんか、やだ。かわいい曲がいい。何がいいですか？リラちゃん、あっち行ったよ。歌えないから。歌下手くそなのに演歌だったらもう曲終わった。ちょっと炭酸飲んだから喉苦しいからさ、大丈夫かな。何がいいかな。バレンタインっぽいやつ。あ、バレンタインの配信ありますね。出ないけど出ないけどありますね。うわ、ソーダ水いいな。ソーダ水やろう。こんなジンジャーエールのペットボトル持ってていいかな。やばい、久しぶりに歌う。
方ではあるかもしれません。純情ソーダ水でした。いつかはですね、いつかはやりたいかなとも思っております。かわいいよね、あのドレス。良きでした、よかった。54分か。確かに雫公園ね、やりたいかも。演歌が聞こえる。よかったですか、褒めてもらえて。え、久しぶりに歌った？いつぶりかな。覚えてる人いる？逆に。あわわわわわわ、かわいいパイ。世界に入ってます。じゃあなんかを流しながらエンディングでもしよう。てか焼きそばパンで今日あんな盛り上がると思ってなかった。パンといえば歌えるかな。おもろいおもろい。え、なんで焼きそばパン、そのなんか花束みたいな恋をしたっていう映画で、その予告見たら焼きそばパン食べてたから食べた。